おそす、ダニオルヒムロックです。どうも、いつもご視聴いただいてありがとうございます。今回はなんと業界歴10年というベテラン選手で、今は現役を退きはったんですけれども、大阪のとある老舗店舗で副店長という管理職を務めておられた A さんに来ていただきました。A さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日はいろんな、まあ、A さんと業界の裏話とか、台について、遠隔についてとか、いろんなものを聞いていきたいと思いますんで、はいはいはい、最後までぜひよろしくお願いします。お願いします。まあ、それでは早速なんですけれども、まず皆さんが知りたい、遠隔。遠隔。はい、この遠隔問題ですね。はいはいはい。遠隔、まあ、自分としては、はい、まあ、分からないです、本当に。はいはいはい、自分はないと思ってるんですけど、はいはいはい、まあ、そのあたりを聞いていこうと思いますんで、はいはい、遠隔ってどうなんですか、実際あるんですか。結論から言うとないです。あー、けど、ないと。過去にはありました。過去にはあった。でも、ユーザーさん、パチンコスロットユーザーさんが思ってる出なくするような遠隔とか、はいはい、そういうのは一切なかったですね。逆に見せ台を作る、出玉がいっぱい出てるよってアピールするための遠隔っていうのは過去にはありましたけども、この僕が業界勤めて10年ぐらいになるんですけれども、はい、もうそれは聞いたこともなければ、まあその想像もつかない話で、あ、でまあ理由としまして、はいはい、なんでじゃあ遠隔がないか、うん、まあ遠隔があることによって正直あってほしいとも思ってますね、僕は。あ、それは なぜなんですか。釘調整、あ、メンテナンス、あ、メンテナンスしなくていいじゃないですか。はいはいはい。じゃあこの台今日は出したい、この台今日は出したくないっていうのはスロットの設定同様でできるわけじゃないですか。ああ、なるほど。だからお店としてはこんなに、やりやすい利益の取り方なんかないわけなので、うん、それはある方が楽ですけども、実質それはできないようになってます。で、その理由っていうのが、まずどうするのかも僕らも分からないし、うん、その遠隔システム の、はい、の作り方、作り方、はい、まあじゃあ例えば1番台を出すようにします、はい、じゃあそのためには、指示する系統、脳みそがいりますね、うんうん、指示するブレインコンピューターっていうんですかね、あ、を作るのにじゃあいくらかかるの、うん、じゃあそれをつなぐ配線はどうやって機械につなげるの、うん、っていうのは、この10年勤めててパチンコ台の機械としての知識結構詳しいと思うんですけれども、はいはい、そんな僕ですらわからないのに、そんなものはメーカーさんの協力もないと絶対に、まあ、作れなくはなってます。まあでも確かにそうですよね、なんでかっつったら、僕らが素人が思う遠隔って、例えば自分が店に入って、あいつ来た、はい、あいつは出さない、はい、出さないボタンをオンみたいなそんななんかね、はい、ネタっていうかやるじゃないですか、はい、そんなことしようと思ったら、はい、普通に考えると、はい、事務所で遠隔ルームみたいな一部屋があって、はい、そこでボタン操作をするみたいな話になりますので、はいはい、それはちょっと確かに、はい、第2だってつなげないといけないですよね。多分その指示する何かをつなげないといけないのと、そのまあ遠隔ルーム、そのまあ言うたらカメラがバーッと並んでてはい、はい、そこにボタンがあって一番台とか入力してポチッとするその人手があれば、ホールに出してアルバイトを一人削りたいっていう中小企業なんか山ほどいます。なるほど。そんなカメラの前にずっと人がおるなんてのがね、事務員さんのある会社じゃないと、法人さんじゃないとなかなか厳しいんじゃないかな。あ、でも事務員さんは事務員さんでやることもいっぱいある、経理関係もそうですし、電話対応もそうですし、まあ、書類作成とかもそうですよね。死ぬほど仕事がいっぱいある中で、うんうん、カメラをずっと見て、じゃああいつ、じゃああいつ、うん、出したろ、うん、あ、お姉ちゃんおっぱい大きいな、出したろみたいなことは絶対にないです。あ、はい、なんかよくあるじゃないですか、あの掲示板とかで、今日10万入れて、全然当たらないのに、はいはい、隣に座った若いお姉ちゃんはすぐ当たって10万出た、はいはい、あれは俺の10万で返せみたいなそういう話はもう多分たまたまだと。たまたまです。あ、はい、もう絶対にないと、はい、確率のいたずらですね。確率の、あ、なるほど、そうなんですね。と、はい、いうことはまあ、はい、遠隔っていうのは基本的にはないっていうことで。そうですね。で、皆さんよくあの勘違いされているところで言うと顔認証システム。ああ、か、聞いたことありますね、はい、はいはい。あれはまあ業界ではまあ有名なメーカーなんですけれども、大黒電機っていうメーカー、ほうほう、
が最初に、開発したんですよ。あのビグモプレミアム、あのめっちゃかっこいいナンバーランプっていうんですかね、ちゃんと液晶がついてて、グラフがあって履歴も見れてっていう、多分一番いいナンバーランプを作ってはる会社で、サイトセブンとかでも有名ですかね。あ、なるほど、はい、なるほど。の大黒電機さんが、開発されたんですけれども、顔を登録するんですよね、あの顧客の。その顔を登録したら、その人が来た時にアラートが鳴るんですよ、事務所に。その登録する基準は何なんですか？基本的に追い出した人ですね。追い出した人、はい、例えばちょっとダメな子。そうですね面白い話で言うと、はい、まあ例えば従業員のスカートを盗撮したりとか、スカートの中とかをね。そんなやつおるの？おるおる、めっちゃいますよ。そんなやついます、ね、実体験でね、はい。そのほらパチンコでこうかがんだりしてるところを撮るんすか？はい、まあうちのお店もともとちょっとその女の子で集客しようと思って僕が先行を選んだ部分があってちょっとまあ際どいというか、ちょっとセクシーな、はい、中のキロとはもうの中はもう見えちゃうよみたいな感じの、はあ、やっぱそういう風な作戦もお店の経営戦略としてあるんですね。まあ最近多いですね、ほんまにね、はい、最近多いんですか？はい、そうですね。昔なんか4号機の僕がパチンコとかやり始めた時って、はい、そんなセクシーな衣装なかったですもんね。まあそんなんせんでもお客さん呼べましたもんね。そうですね、はい、もうそれこそこの辺の機械の魅力だけで、そうですね、行けましたもんね、はい、でほんとそのセクシーな格好をして、はい、どうやって盗撮するんですか？まあ僕が実際に体験した話ですよ。こうまあお客さんが売ってる、お客さんが盗撮マンが売ってる、はい、でその後ろにこうコースタントの女の子が、はい、まあちょっとケツプリプリしながら歩いて、はいはいはい、まああの携帯電話をこうやってるふるしまあ こんな感じで撮る感じですね。はで女の子が箱下げに来るときはもちろんこのようにグッと来てこう、はい、箱を、そうですね、はい、この時にこの足はここに入ってる、ここ、はい、右手でハンドル握りながら左手でこうやるんですか？めちゃめちゃ器用です、はい、完全に常習犯ですよね、はい、でそいつの面白かった話で言うと、まあ僕その時にカメラで、あインカムで最初は怪しい人がおってスカートの中盗撮されたんかもしれないんですよと。あそのアルバイトの女の子、でマネージャーちょっと助けてくれへんかと、ああそしたら分かったと、カメラちょっと追尾するからねって、うんうんうん、見たら、おこいつそカメラでそこを盗撮してるかどうかの携帯の中身までは見えないですよ、はいはいはい、けどやっとるやってないっていうのはもう長年勤めてる経験上、うん、動き見ただけで分かるんで、なるほど、はい、明らかに不自然だと、まあ、こんなんしながら打つやつもいないんで、そうですね、はい、見たと、と捕まえて撮ったでしょって言ったら、まあ撮ってないと、携帯中見せませんって言ったら、いやそんなん個人のプライバシーの侵害や、よっしゃ分かったと、じゃあ撮ってないやったら警察呼びますよっつって、まあ結局呼んだんですけど、呼ぶ間にいや店長さん実はね、なるほど、はい、撮ってはないんです、本当に撮ってはないんやけれども、うん、撮ったふりして嫌がる女の子の素振りがに興奮するんです。ただの変態やな気持ち悪い、ただの変態やな僕それ聞いてゾッとしてね、それは気持ち悪いですね、まあどのみちゃあかんことやから、うん、でももう僕処理するのももうここまでで、これ以上も警察に話してくれって言って、まあ女の子、被害に遭った女の子だと、で警察に行っていただいて、はい、その女の子のうち一人はもうええよと、あもうええよ、はい、あそのもう一人の子、この子はまだ二十歳ぐらいのめちゃめちゃうちの一番の看板娘、看板娘やな、可愛い子はやっぱおるんや、いやちょっとこれは許せないということで刑事告訴まで行ったっていう話ですね。結構な事件ですね、やっぱそのお客さんは当然出禁、出禁ですね、出禁で、はい、ちなみにね、出禁のその基準っていうのは、まあ代表的なものはどんなのがあるんですか？いやもうそれは現場の役職者、うん、まあどこのホールさんにも必ず言っていいほど一般社員と役職者っていうのがおると思うんですけど、うんうんうん、一番偉い人間がこいつあかんって言ったらもうあかんですね、うん、あその基準、例えばたちのある役職者、ちょっと頭弱い役職者やと、うん、こいつ気に入らんってだけで出禁にする役職者も悲しいからいます。なるほどね、そういうのお客さんには明確な理由って伝えるんですか？こうだからあなたはできんですよって、まあ一応僕はそのようにはさせてもらってましたけれども、うんうんうん、いやもう帰ってくれの一点張りのやつもいました。あ自分も昔、はい、プロの人たちと接する機会があって、でその人たちはこうグランドオープンとか、イベント日って入るじゃないですか、はいはいはい、
入る前の駐車場で並んでる時点で、こうマークされてる、目線がよく自分に合うと、背広の人と、で、あ、なんか嫌な感じなのと入って、はい、でジャグラーのロックをたまたま積もってるんですけど、はい、すいませんけどもプロの方お断りですね、いよいよプロじゃないしって言っても、はい、いやもうこのそれ言うんやったらこの出玉も没収しますよと、今帰ってくれたら出玉も一応交換してあげるんで、もうこのボーナスが終わったら帰ってくださいと、そういう、まあ、扱いを受けたっていう話は結構聞きますね、一応ね、実際の法律ではできんっていうのはよっぽどのことがない限りできないんですよ。あ、そうなの。例えば今のお話みたいなやと、はい、いや、俺は打ち続けるで打ち続けれるんですよ、法律上は。そうなんですか。ただ3回出て行ってくれって言われて、それでも出ていかなかったら不法侵入とみなされて無理くり出されるっていう。へえ。止め打ちしてても、はい、止め打ちあかんっていう法律さんも多いけれども、法律上何の悪いこともしてないというか。あ、そうなんですか。止め打ちでしっかり期待値を追ってる人らは別に何の悪いことしてるとは僕は思わないですし、止め打ちして弾を増やされるのに嫌やったらそういうメンテナンスの仕方しろよって僕から言わせれば。なるほどね。続いての話題、はい、桜について。まあまあ、あるあるですよね。大阪では最近というかちょっと前有名になりましたね。ありましたね、ネットでもこう炎上した、ピージオさんのベラピオさん、そうですね。ワイテンのワイテンの、もうやめはったんです。もうやめはりましたよ、懲戒免職ですよね。まあまあ、その方が、あれの概要ってどんなんでしたっけ。いや、まあ言うたら、SNS 使って、まあ桜を集めてたんですけれども、SNS やってたんでしたっけ。自分が覚えてんのは、なんか、若い女性客かなんかに、なんか体の関係を、あ、最初ね、ことの始まりはSNS で集めたというかね、DM 使ってやり取りしてたんですけれども、そういうことか。そのうちの一人と LINE でやり取りするようになって、ほん、はい、で体の関係の代わりに、そうですね。あ、はい、でもその前からめっちゃちょっとこの方は黒い噂があったというか。ほうほう。あ、現実世界で知り合いっていうか。そうです、同じ、はい、まあどういうたらいいんですかね、これ以上言うとちょっとあれ、リバレにもなるんで。なるほどなるほど。あれですけど、まあ同じグループっていうんですかね、ほうほうほう、同じ店じゃないですよ、同じグループにおって、はい、まあ顔も見たことあるっていう方、その人が主任ぐらいの時にはもうめちゃめちゃイケイケなやつやと、まあまあ仕事もできるけれどもっていうやつで、いろいろ癖悪そうやなって言いながらも、そのピージオさん、ベラピオさんは、まあ能力至上主義というかね、そういう若手をどん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 上に上げる方に、まあ店長ならはった時に、同じその系列のですね、店長さんがちょっとまあ心配しちゃった。問題起こさへんかなって言ってたら、その、まあ、ちょっと桜を使い始めたようやという噂もあったんですよ。あ、もうその内部的には。はいはいはい。ただ、結局証拠がつかめんかったら意味ないし、その当時、そこまでそのベラピオさんの、まあ、幹部の方々もどうしていいのかわからない、ね、状況をやったっていうのは聞いたことあります。女の人と LINE でまあ、ちょっとね、もういやらしいことをせんかと。そうそう、そんな感じですよね。なんかまあ、それにちょめちょめを。ちょめちょめを。それをもう見てしまって、桜になろうかなろうまいか迷ってた女の子は、もうこれは我慢できへんとなって、バーンと。なるほどね。晒したと。晒したと。こんなん言われてんねんけど。これってどうなのみたいなのが現状ですね。なるほどね。その内部調査みたいなのは、少なからず、あ、もう結構その女の人と連絡先交換していろいろややこしくなる前からあったみたいですよ。なるほどね。ただ僕もその当時のその会社と何ら関係があったわけ、ちょっとだけあっただけなんで、ほうほうほう、まあ同じその、何て言うんですかね、グループというか、まあその辺ちょっとね、僕らのね、先頭さんとね、A さんのあれにもなりますからね、という噂はあった。あったと、はい。ということは、その内部調査が入るきっかけっていうのはどんな感じなんですか。その人店長さんですよね。はいはいはい。で、その副店長とか主任とかが、いえ、要するに、まあ、設定の入れ方って人それぞれなんですよ。はいはい。スロットの設定の入れ方なんか人それぞれなんですけれども、なんでこんなカツカツな営業というか、カツカツ、まあ、シミュレーションって例えば1ヶ月の、はい、まあ、例えば5月度は、まあ、ゴールデンウィークもあるし、うん、こんぐらいの、売り上げでいきたいです。なるほど。
みたいなものについてのそのシミュレーションが副店長とかその主任時代からまあちょっと練習で作り始めるんですけれども、その人は結構やり手の店長さんで、やり手の店舗やったのを引き継いで、またあのいい土地柄の店でやる、こんだけの売り上げが上げれるっていうお店で、なんでそんなカツカツなことするんかなっていうのがことのきっかけというかね。あ、はい、つまりその営業利益とかの数字を、そうですね、いらんことせんでも、はい、まあ普通に例年通り立つと。そうですね。なのに、はい、こう設定投入したり。そうですね、はい、剥離というか、はい、もっと抜いたらええのに、なんでそんな、はい、いい人なのみたいな。そうですね、はい、あはははまあ要はお客様の信頼を失いたくないからとか、でもそれは店長にってなんぼでも言えることなんで、うんうん、結局そこまで追求はできないんですよね。なるほどね。これが俺のビジネスのやり方やって言っちゃえばそれまでやし、あーはーはーはー、だならなんで僕に店長任せるんですかで終わっちゃう話なんで、あこれが僕のやり方ですで終わるんで、でもこれはあくまでも建前上の会話なんですね、上と下の、はいはい、この裏では上の幹部どもは幹部どもで、うん、いやお前あんなもん、うん、おかしいでしょと。なるほどなるほど。で下は下でいやこうやって言い訳しようかな、でもこうやって言い訳開き直ろうみたいな、この、うん、裏のやり取りはずっとあったみたいですね、その店長さんの時に、うん、なるほどね、はい、綺麗事で、はい、いやお客様に還元して喜んでもらいたいと言うけども、はい、やっぱり数字管理する人からしたら、はい、いやもうちょっと利益上げろよと、うん、その方がね、あのスタッフも楽させれるし、うん、ほんで要はそんだけ高設定を使うってこと、そんだけ低設定を使わなきゃいけないってことなんで、はい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 、要は負けるお客様の1日の負け額が増えるから、それはねビジネスとしてちょっと違うんで。なるほどね。負担をかけさせたくないというのは多分どこのパチンコ屋も本音やと思うんで、かけさせすぎたらね、来なくなるし、そうなんです、そうなんです、将来的にはもう客が減っていくっていう。そうなんです、高設定を投入するということはそういうことなんですよね。なるほど、はい、ほんなら、まあ、普通やったらその高設定投入よりも、まあ、遊べるような、はい、そうですね、した方にして、はい、いろんなお客様に来ていただくっていうのが理想なんですね、はい、あところがどっこい高設定ばっかりで、うん、メリハリがすごくあると、6か1かみたいな、ほなこれおかしいってなって目をつけ始めたんですね。そうですね、あ、はい、だから入れのスピード解雇につながったんですよね。普通やったら事件発覚して、まあ、内部調査いろいろして聞き取りとかも行って、まあ、半年1年ぐらいでクビになるんですけれども。なるほど。結構早かった。どんぐらい、いやちょっと忘れたな、どんぐらいかな、3ヶ月も経たなくてクビになったんちゃいますかね、確か。それでも後に、はい、来た店長さん、その人が辞めた後に来た店長さんも大変ですよね、はいはい、これがね、まあ、PGO さんの、すごいところで、うん、まあ、店長になりたいけれどもポストが空いてないとか山ほどおるんで、逆にそういうところの店長行って立て直せたら、もう一気に今度エリアマネージャー、なるほど、一気に係長、課長、部長っていうのになるんで、もうチャンスでしかないですよね。なるほどね。逆に立て直しに行くっていうのは、多分その会社の店長の中でもエース格が行くんで。なるほど、うん、基本的に喜んでいくやつしかいないんじゃないですかね。でも、私行かせてくださいって、もうみんなで歌う、うん、みんな手挙げたと思いますよ。こんぐらい役職者がガツガツしてる企業さんでもあるんで。なるほど、はい、いい会社だと思いますよ。ちなみに給料とかってどれぐらいなんですかね。給料ですか。店長クラス、僕聞いた話ですよ、うん、聞いた話では、ま、普通に店長やってるだけでマンション買えるぐらいって聞いたんで、うん、まあ、まあ5本6本は当たり前、560円ってとこね。飯城さんはさらに優秀店舗賞とかそういうのがあるんですよ、はあはあ、年間優秀店舗賞で、まあ、何百万トンってくれて、それをどう振り分けるのか、また店長の采配。なるほどね、うん、優秀店舗で何が優秀なんですか。多分月間とか年間の粗利一番抜いた店とかちゃいます。ってことはお客さんからしたら負けてるってことでしょ、うん、そうです、負けてるというかそのでもね、これも負けてるっていうのもね、考え方それぞれで、うんうん、お客様一人に例えば5000円、全員が5000円ずつ負けてもらうのが悪い店なのか、うん、それともこの5000円負ける店より5倍集めて1000円ずつ負けてもらうのが悪い店なのか、うんうん、っていうのはそれぞれの考え方やと思うんで、うん、ビデオさんはどっちか言うたらこの少ない負担額で多くのお客さんを来店してもらうっていうのを目標にしてると思う。なるほどなるほど、はい、まあ月間でもなんか、うん、経費がいろいろおりるんで、要は、うん、アルバイトの子におごるジュースだ
うんうん、よっしゃ、飯行くぞって連れてく飯とか、全部僕持ちなわけじゃないですか。まあ普通はそうですよね、はい、どういう企業でも。TGさんは、普通が経費として出るんで、うん、あ、そうなんですか、はい、そこはだからもう、店長にしたらもう楽ですよ。楽ですね、それは楽ですね、はい、自分もサラリーマンの時、そういう、なんていうかな、親分肌の上司がいた時代もあって、はい、もちろん会社は経費としてそんなん出さないけど、その人のポケットマネーでこう焼肉行ったり、はい、営業中にジュースおごってくれたりとか、はい、そんなんありましたけど、それが会社から支給されるってなったら すごいですね、はい、人を大事に扱ってるという。多分1ヶ月それが10万とか出るんちゃいますかね。結構な額ですね、はい、今このご時世で、はい、まあ、いい法人さんですよ。まあまあ、じゃあ今回まとめますと、その遠隔っていうのはないと、ない、遠隔をするのにはもうすごい予算も、多分もう想像もつかないですね。想像もつかないぐらい経費もかかるし、まあリスクがでかいと、はい、ちなみに遠隔ってあのもしあのバレたらどうなるんですか。いやもう不法改造というか、機械につけたらあかんもんをつけてるので、このご時世ガムテープ1個機械につけただけで、ね、営業停止食らうんで。ああそうなんですね。もうそんなもうリスクでしかないと言いますか。なるほどね。なら出すようにしてあげた方が、そうですね。だってグループ店で仮に A 店でそれが発覚したら、そう全店ダメ。そうですね、はい、ねですよね、はいはい、それは会社経営者からしたら日々のお金がもう全く、ね、入ってこないってことなんで、はい、リスクでしかない、はい、まあ、っていう理由で遠隔というそういうシステムはないと、そうですね、もう言い、はい、言い切ってもいいと、言い切ります、言い切ると、はい、なるほど。というわけです皆さん、はい、あの今回はまあ遠隔についてっていうところを、まあ、結構お話ししていただいたんですけれども、遠隔はないと、ないです、うん、はい、もうこれは言い切ってもいいっていうことで、安心して、どんどんジャブジャブ、お金を入れてあ、違うか遠隔はないので、はい、あの遠隔やとかいう自体がもう負け組というか、もう養分回路になってしまってるっていう、そうですね、はい、被害妄想っていう、被害妄想なんですね、はい、お店のせいではなく、はい、あくまで自分の立ち回りとか、はい、知識とか、そうですね、そういったところをレベルアップしていけば、はい、そういうふうな風にはもう思わないぞと。そうですね、はい、ただ桜はいると。桜は、はい、いますね。あ、います、はい、あまあ少なくなりましたけれどもね、うん、はい、います。これはもう、まあ、店長のお小遣い稼ぎであったりとか、あ、はい、まあ、あ設定士のお小遣い稼ぎであったりとか、やっぱ身内とか友達ですかね。まあ信用できるところで言うとそうですけど、あんまり同じ顔がね、あのずっと出し続けてもね、仲間に怪しまれるんで、あ、うん、どうなんでしょうね。一番、まあ、あの有効なのはやっぱりこう、まあ、闇のホームページでも作って仲間を集うっていうのは、まあまあ闇サイトっていうんですかね、なるほど、ね、それに近いようなものを作ってやるっていうのが一番聞いたことのある話ですね。あ、聞いたことあるんですか。さっきまとめようと思ったけどもう一回ちょっと入って言いますね。桜っていうのは、はい、そもそもその店長さんとか、はい、設定を触れる人が設定録をここに何番台に入れるから、はい、そこを売ってもらって、はい、出た分、はい、換金した分を後で体育館裏に呼びつけて、はい、そういうことですね、ちょっと内々しようかっていうのがそもそもなんですよね。それを募集するには基本的に信用できる人間じゃないとダメですよね、はい、漏れたらなんだから、なんか身内か友達かっていうところですよね、はい、あとそうですね、そう闇サイト、はい、一番その聞いたことはその闇サイトとか、あとは借金ズブズブ使ってるやつを使ってとかですかね。あの例えば店長さんがいます、うん、その友達に、まあ、あの闇金のやつがいます、ああなるほど、そういうつながりとかですね、もう口割りたくても割られへんようなやつとか、なるほど、はい、闇サイトとも基本的には地方のやつを集めるためです。その地元のやつさすがに使い続けるのはなんぼ友達や言うたかて、あいつ最近ハブリーとかでいろいろこうお酒にの勢いに任せて言うと、はい、あるな、そうですね、僕が桜使うんやったらやっぱそういう闇金の友達使ってとか、もうブラックな感じの人たち、はいはい、ウィンではないですけどまああのまあ僕はそのどう言いたいんですかね、こう自分を擁護するわけじゃないですけど、それをしなかった理由としてはやっぱりあの小銭稼いでも知らなかったから、あ、はい、やったらもっともっと大きなことしたかったん。あ、 A さんは桜っていうのは使われたことはないんですか。大反対ですね。あ、はい、その大反対の理由は何ですか。うん、常連さんに買ってほしいです、うん、もう心の底から、うん、パチプロにも買ってほしくないですけどね。常連さんで例えばジグマでプロに
プロでやってる話やったらもう万々歳ですけどね、うんうん、はい、あのジグマっていうのはその一つの店舗でずっとプロとして生計を立ててる方ってことですけども、ジグマのパチプロとジグマのプロの違いとかまたいろいろ話は長くなるんですけれども、うんうん、まあ、小言として聞いてもらえれば、うん、出る日にだけ来て、うん、ええとこだけ持ってかっさらわれていくのはね、遊戯態度も悪い、うん、マナーも悪い、うん、常連とも喧嘩する、そんなパチプロやったら僕は店舗側としてはいらないかなと、うん、そうですね、はい、ただジグマの人は、まあ、まあ店員とも仲良くやり、常連さんを大事にし目押しもまあちょっとしてあげるとかね、うん、常連さんにもうちょっと粘った方がいいやとか言ってくれたりとか、うん、ビジネスとしての手助けをしてくれる、うん、っていう意味では、まあ、ジグマのプロは大歓迎やけれども、やっぱそのジグマとかに買ってほしい、あと常連さんに買ってほしいっていう意味も込めて、まあ桜を使う必要がないかなと。なるほどね、はい、でも A さんはご自身で設定も調整してたんですよね、はいはいはい、例えば友達がたまたまそれを積もってて、はい、これ設定何よみたいな、はいはいはい、例えばどっかで、外とかで会った時に、はい、あの、いやあれ6やから頑張れよとか言いたくならないんですか。なります、なります、なりますよね。だから友達は一切入れないです。ああ、なるほどね、はい、絶対入れないですね。これはもう身内友達なんか、正直大阪の中でも結構田舎の方で座ってますんで、大事というか、うん、なるほどね、仲間意識も強い土地柄でしたし、はいはいはい、だからこそ俺はここで働いてるから絶対こんといてくれと。なるほどね、はい、もう最初からそうやって言ってたっていう、はい、まあ分かりました、はい、まあ、こんな感じですかね、今回はね、はい、はい、というわけで皆さん、まあ、今回は遠隔と桜についてというところを、いろいろとお話ししていただきました。今後もですね、好評でしたらぜひともこのシリーズっていうのやっていきたいと思いますんで、はいはい、何卒よろしくお願いいたします。こんな怪しい僕ですけれどよろしくお願いします。まあ怪しいですね怪しいけど、あのちゃんとしたビジネスなので、はい、ぜひ皆さんのご意見ご感想なども、あと、まあ、この A さんに何かお話ししてほしいようなことがあればぜひともコメント欄で、はい、あの書いていただければ幸いです、はい、というわけで、はい、また次回もお楽しみにお待ちくださいませ。さよなら、ありがとうございます。